あ、なんだ。なんだってなんだよ。いっぱいこだわるね。それがブレンド茶だからね。いいものいっぱい、こだわりいっぱい。おいしい。いっぱいの方がいいでしょ。ニュー十六茶。はぁ、あ、おいしい。お代いただきます。え、嘘。アサヒ飲料十六茶はね、喝采にもこだわってるんだよ。拍手喝采。パチ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 って違うよ。いいものいっぱい、こだわりいっぱい。おいしい。ニュー十六茶。いっぱいの方がいいでしょ。アサヒ飲料十六茶は焙煎を何段階やっているでしょうか。一回。ブー。二回。ブブブブブブ。もういいよ。いいものいっぱい、こだわりいっぱい。はぁ、おいしい。ニュー十六茶。いっぱいの方がいいでしょ。アサヒ飲料。ブレンド茶っていうところにもう一度立ち返って、まあ、いっぱいこだわりも詰まってるのってすごくいいよねっていうところを表したいなと思っています。参りました。いや、いや、この釣り釣り、ない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 、なんもないじゃん。スタート。十六茶はね、喝采にもこだわってるんだよ。拍手喝采。そう、パチ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 って違うよ。じゃあ何。喝采、割るって書いて、うん、砕くって書いて、うん、はい、スタート。スタート。十六茶はね、喝采にもこだわってるんだよ。喝采？拍手喝采って、おい、何してんの一人で。スカートー。スカートー。胸本当に叩いちゃった。胸全然ムキムキじゃない。いや、すっごいムキムキの人もいいんだ。十六茶はね、喝采にもこだわってるね。拍手喝采。そう、パチ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 って違うよ。面白いね。ありがとう。はい、スタンバイ。はい、よーい。スタート。朝日飲料。すいません、失礼しました。ごめんなさい、もう一度行かせてください。ごめんなさい、もう一度行きます。スタンバイ。よし、スタート。朝日飲料。カット。では、このカットを付けると本日の撮影以上になります。明日もよろしくお願いします。明日もお願いします。こちらに。なるべくテンポよくセリフを早めにお願いしたいなと思ってます。十六茶は焙煎を何段階やっているでしょうか。一回。ブー。二回。ブブブブブブブ。あ、もういいよ。五回とかそんくらい。はい、三回。二回。ブー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 。惜しい。惜しくない。3.5回。なんで刻んだ。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんばん。いっぱいの方がいいじゃん。いっぱいの方がいいでしょ。ありがとうございました。楽しかったですし、お店も可愛かったですし、
またロケで気持ちよかったです。ちょっと寒いですけどね、いい2日間でした。今回のテーマは、ブレンド茶ならではのこだわりをたくさんの方に知ってもらうということが、テーマです。で、その私はこだわりの一杯を提供するティースタンドの店員という設定です。今回の CM の見どころは、16社がどこにこだわって作られているのかということを CM の中でいろいろお話ししているので、さっくり簡単にですけど話しているので、なんかそれを、あ、そうだったんだって思ってもらえたらいいなというところと、あと前回に引き続き太陽くんが出演してくれていて、彼は本当になんか話しやすいんですよね。ちょっと年の差を忘れるというか、なのでその掛け合いも楽しかったですし、アドリブも入れてくれるので、なんかそういうのはすごく楽しかったですね。そういうのも見てほしいですね。二人の空気感というか。この春はいっぱい花見がしたいですね。桜が咲いていなくても花見気分で外に出たいですね。ただここ数年ちょっと花粉というものに反応している気配があるのでどうなりますかね。気持ちはあります。最近のこだわりは、できるだけ冷蔵庫の中の食材を余らせないように、こういろんなレシピを寝る前とかに検索して実行に移すことです。こだわりっていうか、なんとかそういうふうに無駄を出さないようにしようみたいなことはちょっと意識してるんですけど、でもそうやってなんか余り物レシピみたいなのを検索してるとついつい何時間も経ってしまいますね。それをこだわりとさせてください。皆さんこんにちは、新垣結衣です。16社の新しい CM は、昨年も共演した太陽くんとの掛け合いが見どころの楽しくて温かい CM になっていると思います。この CM をきっかけにブレンド茶ならではのこだわりをたくさんの方に知っていただいて、ますます16社のファンになっていただければ嬉しいです。以上、新垣結衣でした。